はいどうも、達研コーチの桑田正二です。この動画では知識ゼロから3ヶ月の独学で達研に合格しました僕の経験をもとに、達研試験特有の罠の見分け方、引っかかるパターンを中心に解説させていただいております。また、初心者の方でも分かりやすくするために、専門用語を一般的な言葉に置き換えたり、正解を覚えやすくするために独自の解釈を挟む場合もあります。そのあたりもあらかじめご了承お願いいたします。 それではここで動画停止ボタンを押して一度全文を読んでいただければと思います画面が読みづらい場合は概要欄にも問題文がありますのでそちらをご覧くださいでは問題文を読んだ前提で解説させていただきますまず最初に問題文を読む際は出題形式の確認をしましょう宅検では丸探し系問題が大体いい30問×探し系問題が大体いい20問の割合でランダムに出題されてきます これは受験者を混乱させるのが目的ですので、惑わされないよう毎回問題番号に印をつけるようにしておきましょう。ちなみにこの説問文には正しいものはどれかとありますので、丸印をつけます。また、この4つの選択肢のうち、丸が1つで残り3つは×だということがわかりますね。これらの情報を頭に置いて選択肢を読んでいきましょう。 今回は問い球、相続に関する問題となっています。この問題は相続するときに誰が優先されるのか、誰に相続する権利がないのか、民法の考え方を知っていれば、あとは与えられた状況設定を忠実に図を書くことで割と簡単に解けてしまうと思います。なので、ぜひ相続の問題は得点源にしてもらいたいなと思っております。では、まずは僕が書くとしたら図はこんな感じですかね。2グループの親子が登場しているということが分かるようになっているか、死亡している人は誰か、誰 誰誰とののの子供なのか、かかかはがが持っていいるのかが分かれば、OK、かと思います。す。ででは選択肢1ですまず A は死んだ D の配偶者ですので1 2相続するのは問題ないですねこれは当たり前すぎるので他の選択肢でも同じになっており違いはありませんそして C は配偶者の連れ子なので相続する権利はないという解釈で残り1 2分の1を F と G で分けて1 4分の1ずつとなったということですね この内容はどうかと言いますと、この通りでセーフでした。ですので選択肢1に丸をつけましょう。いきなり正解が出てしまいましたが、他の選択肢はどういう解釈しているのかを見てみましょう。では選択肢2ですね。この場合、C にも相続権があるという解釈なんですね。しかし、C と D は血のつながりがありませんし、容子関係にあるわけでもないので、他人という位置づけにあります。つまり、相続する権利がないんですね。ということでアウトとなります。選択肢2にツをつけておきましょう。 続きまして選択肢3ですね。ここでは親権が判断基準になっていますね。しかし親権とは子供の利益のために子供を看護養育し財産を管理し子供の代理人として法律行為をする権利義務の総称ですので 相続には関係ないんですね。あたかも相続に影響するような書き方をしているので、惑わされてしまわないようにしましょう。ここが罠でしたね。ですので、親権を持たれている G のみが相続できるという解釈をしている点がアウトでしたね。選択肢3にツをつけておきましょう。では最後の選択肢4ですね。これも親権が影響するようになっていますね。親権を持たれていないだけで、 F は相続権がなく血のつながりのない C の方が相続できるということになってしまっていますのでこれが一番違和感を覚えましたね優先する順番がおかしいのでアウトとなります選択肢4にツをつけましょう以上のことから選択肢1のみが丸でしたのでこの問い球の正解は選択肢1だと判断できました文字数が少ないので僕としては読みやすく比較的簡単な問題だったなという印象でしたしかし今回のように真剣を絡めてきたりちょっとずつ 新しししいい出題のののの仕方にに変化ささせててききまますのでれれれないよううそれぞれの法律の趣旨を整理しておきましょうはい、ということで今回の解説は以上となります。この宅建対策動画シリーズでは確実に取れる問題を落とさないをコンセプトに手短に解説させていただいておりますので他の動画もぜひご覧いただければと思います。それでは今回は以上をもちましてゲームです。お疲れ様でした。